はい、どうもしおみんです。2日目でございます。今どこからスタートかというとですね、中洲の近くのですね公園からスタートになります。初めに来たいのはね、朝からやってる明太中のお店ということでございます。7時からやってる、8時からやってる、ちょっとよくわかんないですけど、はい、やってそうです。こちらですね。はい、1軒目ね、明太中さん行ってみましたという動画でございます。
はい、ラルキーさんでペペ玉をね食べてみましたという感じでございます。ほんとね、ラー油がね結構ねオリジナルラー油で美味しかったような感じがします。はい、ただねご覧のようにね、いつも大行列のようでございます。まあ話のネタにね、1回ぐらいねもしあれやったら来てみてください。じゃあ次の店行ってきまーす。はい、博多にねもう20回以上は来てると思うんですけど、だいたい仕事で来てたんで、実はね、太宰府天満宮くんのがですね、初でございましたということでね、初のね銘替え餅も初でございました。ということでですね、今回の旅の目的の一つでございます。銘替え餅を食べるというのもですね、クリアになったところでですね、もう一回西鉄に乗りたいと思います。はい、4軒目はねラーメン食べに行こうと思ってるんですが、博多というよりもねもうほぼね久留米なんですよね。ここ宮の陣っていうのかな、西鉄の駅で、博多からね620円か630円かかるんで往復ね1200円かかります。1200円かかるのに一杯のラーメンを食べに来るというちょっとね頭おかしい行動に出ておりますが、国道3号線沿いにある、多分ねコロナ前は24時間営業をやってた丸星ラーメンっていうところがね僕ね大好きなんで、そこに行きたいと思っております。多分ね700メーターぐらいで着くと思うんですけど、大体ね、トラック運転手とかタクシーの運転手さんには有名だと思うんですけど、まあね地元の人に愛されるようなラーメン屋でございますが、まあ、わざわざ観光客がここまで電車に乗ってくるってことはないと思うんですけど、僕はねなんかね一発で不安になっちゃったんで、2回目来てみました。ではどんなラーメン屋さんなんでしょうか。とりあえずね皆さんにも見ていただければと思っております。それではうまい早い安い丸星ラーメンと書いてあります。はい、こちらでございます。嬉しいな久々。They sing and dance.
どうもしおりでございます。2日目のですね、今ねもう20時ぐらいでございます。実はねこの後高速バスで帰ろうと思ってね、21時45分まで、時間があるんですが、もうダメです。お腹いっぱいで、何も食えません、何も飲めませんって感じでございます。2日間ですね、もうねいろいろとね、食べ続けておりました。はい、今回は一旦ですね福岡をですね堪能したんで大阪に帰りたいと思います。はい、この動画がいいと思った方はですね、グッドボタンおよびチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた違う動画でお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。